あら、誰かしら。この間はイベントお疲れ。頼まれてた動画を送るよ。ミア。シンプルね。慰めの言葉もない。でも、その方がありがたいわ。慰められたら、余計惨めな気持ちになるもの。一回戦、第三ステージの勝者は、スクールアイドル同好会、中須かすみちゃんです。みんな、応援ありがとう。みんなの声で、かすみまたまた可愛くなっちゃいました。みんながかすみのライブ楽しんでくれて、とっても嬉しいです。ダメ、何度見返してみてもわからない。私は全力で勝ちに行った。そして満足のいく最高のパフォーマンスもできた。部で鍛えた部分は全部出せてる。なのにどうして、どうしてかすみちゃんに勝てなかったの。今日一番力を入れたのはどこですか。それはもう、みんなに可愛いって言ってもらえるよう、ダンスも歌も同じくらい力を入れました。最高のパフォーマンスができた秘訣は。えひひ、それは会場の皆さんとかすみんだけの秘密です。確かに、かすみちゃんのパフォーマンスは素晴らしかった。かすみちゃんの魅力にあふれた、かすみちゃんにしかできないステージ。かすみちゃんはすごい。それに努力だってしてる。このステージを見たら、一目でわかるわ。でも、それは私だって同じなのよ。同好会のみんながよく思わないことはわかってた。だけど、自分の武器を磨くため、部に移った。それに迷いがなかったわけじゃない。でも、どんなことをしても、自分を高めたかったのよ。スクールアイドルフェスティバルで見たミューズやアクアのステージ。すごい、楽しいって気持ちより、私は悔しかった。私だって、もっともっと上に行きたいと思った。そのために、ダンスも、パフォーマンスの見せ方も一から見直して、練習して、クオリティを上げていったの。なのに、どうして、どうして私は、また負けてしまったの。もっともっと磨かないと。私のセクシーでパワフルなパフォーマンス、歌も、ダンスも、もっともっと。私は勝ちたい。誰にも負けたくない。ミューズにもアクアにも、かすみちゃんにも、トップに立ちたいの。新コンビってば、カスミンたちにメロメロじゃないですか。そういうことはもっと早く教えてほしかったです。行動を使うのなら、次のライブは生じ立てにしてみませんか。行動でなら凝った照明も当てられますし、演劇仕立てのライブも映えると思います。いやいや、ここはこの前の合同イベントで行く。
すごいことを達成したカスミンのソロライブがいいと思いますね。偉業って言いたかったんだよね。惜しかったね。またお勉強しようね、カスミさん。やだ。行動なら特別な装置を使ってもいい？見てくれるみんなが驚いちゃうようなやつ。それでびっくりしちゃう人がいたら私が癒してあげたいな。癒しならカナタちゃんだって負けないよ。みんなで仲良くお昼寝したら最高に癒されちゃうよね。もう隠れなくていいなら私もみんなの前で思いっきり歌いたいな。アイさんはパーティーみたいなライブがしたい。ダジャレ100連発もあるよ。だってどう？どうじゃないです。なんで部の人がしれっと普通に混じってるんですか？釣れないな。アイさんってばこんなにカスカスのこと愛してるのに。愛だけに。カスカスじゃないです、カスミンです。はい、ワクワクといえばアイさんプロデュースの合同イベントも本当にワクワクしっぱなしでした。特にアイさんとの勝負は今でも私の心に熱い炎を灯し続けていて、アイさんありがとうございました。いやいや、お礼を言うのはアイさんの方だからね。まああれだけのイベントであれだけ反響があったんじゃ、部だっていろいろと無視はできないよ。そういえば部のみんなはどんな感じ？うん、いい刺激になったみたい。イベントの後ランジュが張り切っちゃってすごいんだよ。前にも増して精力的。とはいえカリンはちょっと心配かな。カリンちゃん？なんか最近トレーニング中も余裕のない顔してるんだ。私カリンなら大丈夫って思ってたんだけど、今回は違うのかも。だからちょっとどう声かけていいのかわかんないんだ。ねえエマッチ、カリンと話してみてくれない？寮で一緒だし、エマッチならカリンも話しやすいんじゃないかな。うん、わかった。お願いね。